マヤの見て気づいた。に対するみんなの反応。マヤがアピールしてくるから腰の猫ちゃんチェーンを舐め回すように見つめていてふと気づいたんだけど、ノーマルマヤではトップガンを思わせる戦闘機の射出座席レバーをイメージした造形だったのが、今回再び同じような黄色い輪のデザインを採用してきたというのは共通するモチーフがあるはずで、これはおそらく実馬マヤのトップガンの黄色くてめちゃくちゃ長い手綱が元ネタだと思うんだけど、馬との折り合いを何より大事にする騎乗スタイルと瞬時に短く持ち替えられる卓越した技術あってこその代物であり、俺たちのコンビは長距離レースの勝ち方を知ってるんだぜと誇示するかのような、まさにマヤとタバラさんを結ぶ手綱の記憶を表現した素晴らしいデザインだと思う。結ぶな。マヤ知らないよ。マヤわからないよ。わかんねえっつってんだろ。マヤの手綱何これってぐらい長いな。すべての衣装に何か意味があるように見えてくるだろ。困るんだよね、勝手に変な考察されたら。1996宝塚記念の田原マヤ氏の騎乗式。鞭を使わず上体を下げて馬と一体化したような最終直線よ。田原は騎手としては本当にすごかったからな。競馬村出身でもないのに天性のものがあった。そりゃ天才とか言われるわってぐらいに。黒マヤワロ、紺と上のマヤ好きの両方虜にする神デザイン。混ざると危険すぎる。性能もガチなの偉いわ。引き得キャラ。マヤは知らないって言ってるのに、サイゲの方が上のマヤに全力でぶつけに行く。知らねえっつってんだろ。新マヤのストレートなロリ声にも興奮するし、新マヤの自分騎乗前提のレース勝ち筋解説も興奮する。アプリ初期マヤのトップガンはトップガン要素が濃いめだった。最近のマヤのトップガンはマヤの要素を濃いめにしてバランスを取ってきている。大丈夫？別のデンジャーゾーンに入り込んでない？マヤを可愛いと思うこととファンタスティックすることは両立できる。ここ成田ブライアンイコールミナイのおっちゃんを騎乗フォームは見る限り下手だが俺の知らないかつ競馬を知っている、と評した。が漏れ出てた。星5にするとお見通しって言うらしいね。デュランダルに対しても言ってたぞ。もうねマヤちゃんは落ちる時のときめきランディングでしか純粋なマヤちゃんでいられないのよ。ちなみにマヤチンが出題してくる猫ちゃん何匹いるでしょうかクイズは、靴の裏にも猫ちゃんいるから要注意だぞ。散りばめられた騎手ネタや競馬ネタを発掘しようとするのは他のキャラでもやってることなんだけど、なんかマヤだけはちょっと雰囲気が違うんだよなぁ。他のやつは騎手ネタ以外もあるけどマヤは騎手ネタだけだからな。もっとトップガン要素入れるか。マヤの歌声は世界レベルで可愛いしな。マヤは勝っちゃった。トップジョッキーと認められるのは馬の最大の瞬発力を発揮させた時、自らの瞬発力も馬に伝えられる足首の数センチの動きで馬を寄せる一握りの騎手、岡部騎手、河内さん、的場騎手、竹豊、乗り、今はこれだけ。みないさんは見る限り下手な乗り方のはずなんだが俺の知らない勝つ競馬を知っている。今はって表現にマヤの哀愁を感じる。彼女が若かった頃はここに挙げられる先輩騎手が何人もいたのかなって。それこそ陽一っていうマヤをして俺なんか凡人だよと言わしめる大天才がね。それこそ陽一やら国彦パパとか見てる世代だぞ。融合が進んでいる。パドックでのマヤのトップガン。長い手綱を首元でまとめているため黄色の輪ができている。ラストランの天皇賞。桜ローレル、マーベラスサンデーとの三強対決。短く持ち替えた手綱が騎手の手元でやはり黄色の輪になっている。競馬に若だけど確かにローレルのノリさんやマーベルのでしたと比較しても、すごいコンパクトに収まって速そうな騎乗姿勢に見える。勝負服のアクセサリーでさらっとバグの落とし込みしてるデザイン結構あって面白いよね。服飾として馴染んでるとプロの技術を感じる。マヤに詳しくなろうとすると必然的にタバラに行き着くのはなすぎる。もしかしてマヤが天才キャラなのもそっちのネタ？間違いなく才能は天才だけど客室が定まらない下のマヤに、そんな下のマヤの気分に応えて最適な騎乗ができる天才の上のマヤが乗ってたんだ。スタブロでなら、スタブロではトレーナーの調教師因子が強いから、おそらくトレーナーに全然風強くないよっていう方と思われるが、まだ騎手ネタに触れられるだけマシというか、本当にアンタッチャブルだと全く触れられなくなるんだぞ。
というか上のマヤなしだと制御効かない暴れうますぎるからな。豊さんや雄一に、おめえの親父さんはすごかったんだぜとか言えるアウトローで実力者のおっさんとか、漫画なら美味しいポジションすぎる。ストイベで音楽性の違うバンドに加わることになってブーブー言ってるマヤは下のマヤ要素。原作要素拾うとタバラになっちゃうんだからしょうがないじゃん。上のマヤが多彩でアグレッシブすぎて大体何しようが被るのがひどい。バンドやろうが漫画原案しようが小説加工がマリンスポーツしようが大体上のマヤの幻影がちらつく。ならば若い女の子らしく配信をやれば被らないだろう。そんな思惑すら現実が追突してくるという。サイゲも最初は当たり障りなく行こうとしてたけど、これのせいで振り切れたというか半ばやけになった部分はあるかもしれない。上のマヤが受け入れられすぎた。花があるからな。もしトースポコラボが決まったら全部星谷ちゃんに任せるよ。っていうか基本勝負服はむしろ原作馬ネタの方がなさすぎない？そもそも最初のランディングキスからして上のマヤだ。ちゃめっ気ある気分屋の天才みたいな要素が本体のマヤにあんまりない以上、馬の方のマヤを見る上でいた子が不可欠になってるとこあるからな。今回はそこまで幅寄せしていいんだって見てる側からしてもなったけども。トップガンマーベリック公開はタイミングが良すぎた。マヤのは持ってるな。マヤ知らないよ。映画のことは星谷ちゃんに聞いてね。原作場の関係だけだと樽前がマヤを慕ってくる理由が全くわからないんです。どういうことなんですか？マヤの上の人の直弟子が樽前の上の人。デュランダル育成でマヤが脚部不安隠してた設定とか初めて出してきたし、スタブロの出番もあるし、これからまだまだマヤ掘り下げの時代来ると思うよ。楽しみだね。スタブロのマヤに関してはまだまだこれからだしな。マヤチン大丈夫？だんだんタバラに侵食されてない？最初から侵食されてるから大丈夫。最近急に侵食率が上がった気がするね。機種続けるの限界だったのに1年延長するくらいだから、マヤのトップガンにタバラ正規要素多くても仕方ないね。よくわからんけど可愛いってことか。それだけわかれば十分だ。絶対サイゲの馬上層部に強火タバラオタクがいる。タバラの騎乗論とか馬娘から競馬始めた俺でもわかるように話すから、本当に地頭がいいんだと思う。アウトプットが上手な人は何やっても成功してたんやろな。実は西のフラワーにも乗ってたことがあるのは意外に知られていないタバラ。天乗りだけどきちんと重賞勝ってる。上のマヤと下のマヤが合わさることによりマヤのトップガンが完成するのだ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。